三宮駅、三宮駅、神戸三宮駅は、兵庫県神戸市中央区にある、神戸新交通、神戸市交通局及び、阪神電気鉄道、阪神、阪急電鉄、阪急の駅である。神戸市の都心、三宮に位置するターミナル駅である、西日本旅客鉄道、JR 西日本東海道本線、JR 神戸線の三宮駅を含め各線と、 接続する交通の要ととなっており、各車線も、も兵庫県内で、最も利用客が多い。当初は神戸駅と名付けられた駅もあるように神戸側のターミナル駅として建設された権威があり戦前の神戸中心部であった新開地から三宮へ都心が移る要因の一つともなった私鉄王国と呼ばれていた地域に位置することもあり神戸新交通を除く各路線が 東西に並行するように走っている。各路線のホームや駅舎の規模を合わせると、県下最大規模の駅である、姫路駅を上回る。当地区は、神戸市の都心、三宮の再整備プロジェクトの中心とされており、これまで市、鉄道各社、有権者を交えた再開発の検討が行われている。市が発表した、神戸三宮、駅町空間基本計画では、 三ノ宮クロススクエアとして、三ノ宮駅周辺のフラワーロード、中央幹線への一般車両乗り入れをなくし歩行者、専用空間に改造するとさており、各駅ビル等の再開発が進められている。2013年2014年の阪神、阪急三ノ宮駅の駅名解消により、JR、新交通、地下鉄、阪神、阪急がそれぞれ違う駅名を称している。 当駅だが、同計画では、各社6つの駅があたかも一つの大きな駅となるような空間を目指しており、各社バラバラとなっている駅名を、神戸三宮駅に統一したい意向を示している。山陽電気鉄道、山陽の列車が、神戸高速線を介して、阪神、阪急両方の駅に発着する、関係上、神戸高速線では、阪神、 阪急の神戸三宮駅を区別する意味で社名を、関して、阪神神戸三宮駅、阪急神戸ぐる駅と案内している。当駅は、下記の路線との乗り換えが可能となっている。現在、一般的に三宮と呼ばれる地に駅を設けた、最初の路線は、1905年、明治38年開業の阪神本線である。それに先駆けて、1874年、 明治7年には、後の東海道本線となる関営の鉄道が、阪神間に合していたものの、道線における、三宮駅は、現在地より西に600メートルほどの場所、後に、元町駅が設けられる地に置かれていた。阪神は、当初、市街電車と同じ軌道法順拠で付設された、都市間電車、インターアーバンであった。それゆえ、神戸市街においては、岩屋駅規制で、 平洋軌道を用いて路線が付設されており、東海道本線に並行する形で雲井通り8丁目、現在の三宮ターミナルホテル付近に、同線の終端として、この地に駅が設置された。この時は、同線の神戸川終端であったため、神戸駅内市神戸雲井通駅と呼ばれていた。後に、現在の JR と同じ駅名である、三宮駅に変更された。 阪神は当初、集客のため神戸雲井通から先、神戸市街を循環する路線の敷設を計画していたが、神戸市街への路面電車敷設を目論むた出願者との競り願いとなったことから協議が行われ、最終的に神戸市街の路線は、神戸電気鉄道、後に市営課が敷設することを決定。阪神は、同社との提携で、雲井通から200メートル南下した、ところ、 当時は滝道と呼ばれ現在は国際会館が設けられている地に道を延伸し、道地で接続を図ることとなった。その工事は1912年、明治45年に完成し、道地に新たな神戸駅、滝道駅が開設され、元の神戸駅、神戸雲井通駅は三宮駅と改称された。大正時代になると、阪神に続いて、 阪神間の都市間輸送に参入する事業者が現れた。大阪市の梅田を起点に、北方へ向かう路線、現在の阪急宝塚本線などを当時、運営していた美ノ有馬マ電気軌道、ミユある。同社は、阪神が滝道に延伸されたのと同じ都市、神戸と西宮を結ぶ、環状線付設のための特許を習得していた奈良、循環電気軌道という業者に着目し、 阪神との駆け引きの末これを買収。社名も未能有馬電気軌道から阪神急行電鉄。阪急と改め、阪神関新線の建設に取り掛かった。現在の阪急神戸本線である。この時、同社は当初から三宮の地に乗り入れることを計画していたと言われ、その方法を阪急は高架線にするものとしていたが、市では、 市街地の分断を有料して地下化を要請したことから、対立し、工事に着手することが不可能となった。このため、阪急では、とりあえず市電が延伸されてきていた上津津の地に、暫定ターミナルの神戸駅を設置し、当地への延長については引き続き市と協議を行うととした。一方、阪神では、阪急という競合相手の出現を危惧し、神戸市街と三陰付近に存在した。 平洋軌道を解消して、スピードアップを行い対抗することを画策した。阪神は1929年、昭和4年に、三影付近の高架化を完成させ、神戸市外の平洋軌道も、同様の手法で解消しようと考えていたが、阪急の時と同様に、神戸市が難色を示したことから、阪神側は、平洋軌道の解消を優先的に考えて譲歩し、 地下線化に計画を変更した。こうして1933年、昭和8年に、岩屋駅、三宮駅、神戸駅、滝道駅間の併用軌道線は廃止され、代わって岩屋から三宮までの地下線が開業した。新たな地下ターミナルは、東端式ホームを採用し、阪神では、神戸側の拠点駅となったことから、この新たな地下駅を、神戸駅と命名した。一方、 阪神の地下線工事が進む中、1931年、昭和6年には、鉄道省東海道本線の高架化が完成し、三宮駅が現在地に移転した。この頃、市の都市計画の一環として、道駅周辺に新たな町を形成する指針が示されており、今日に至る繁華街の下地が作られ始めていたのである。そして、 阪神の地下線が完成する頃には、阪急も国鉄と同様に高架線で三宮に乗り入れることがようやく認められ、工事に着手しようとしていた。これに対して阪神は、1934年、昭和9年に、阪神間で、小線電車の運転が開始されたこともあり、阪急や国鉄との競争にさらされる中で輸送シェアを保つためには、さらなる対抗措置が必要であると、 え、三宮から元町、港側方面へ延伸するための免許を習得、東端式で開業した三宮の神戸駅を急遽中間駅構造に改造し、特管でとりあえず元町まで延伸することにした。阪急の三宮延伸と阪神の元町延伸は、どちらが先に開業するか、神戸市民の注目を集めていたと言われており、結局は、阪神が、 一足場約1936年、昭和11年3月18日に元町延伸を果たし、阪急は2週間遅れで同年4月1日に当地への延長を果たした。これに伴い、阪神では神戸川のターミナルが分散したことから、神戸駅を三宮駅と解消し、一方で、阪急は三宮が新たな神戸川における唯一拠点駅となったため、 阪神に代わって神戸駅を名乗ることになった。太平洋戦争により、神戸の市街地は三宮も含めて焦土とカスが戦災復興都市計画の中で、戦前の段階ですでに繁華街となっていた三宮の地を新開地に代わって行政の中心地にもすることが定められ、市役所が港側から三宮に移転するなど、戦後の駅周辺は神戸の中心地として、 栄えるようになった。1968年、昭和43年、市連の代替となる高速鉄道路線の形成及び、神戸周辺を通る私鉄線、阪神、阪急、山陽、神戸電鉄同士の連絡を図る目的で、神戸高速鉄道が開業した。これに伴い、東端式構造で三宮に設けられた阪急の神戸駅も、 阪神と同様に通海域構造となり、阪神同様にターミナル機能が分散したことから、三宮駅へ改称された。1981年、昭和56年には、神戸新交通。1985年、昭和60年には、神戸市へ地下鉄も三宮に乗り入れ、むね今日の様相となった。1995年、平成7年の阪神。 淡路大震災により、阪急の駅ビルが甚大な被害を受けた。駅の施設は5ヶ月ほどで復旧されたが、駅ビルは再建されていない。2009年、平成19年3月20日、阪神西大阪線が近鉄南場駅まで延伸、阪神南場線と解消し、同日より、阪神三宮駅からほぼ終日、大阪南及び、 奈良方面行きの直通列車が運行されるように言った。2013年、平成25年4月30日、阪急阪神ホールディングスは、参加企業にある2つの三の宮駅について、解消を発表し、阪急は2013年12月21日に、阪神も2014年4月1日に、それぞれ神戸三の宮駅に解消した。 島式ホーム一面二線を有する高架駅。駅番号は P01。2階部分がコンコース、3階部分がホームとなっている。駅東側に3機の分岐器が設置されている。軌道の車止めは三宮ターミナルビルに食い込むような形で設置されていたが、ビル解体に伴い、車止めの位置が駅車内に変更され、2018年5月19日から、 駅到着時に助行運転が実施される。改札口は、駅南側のペデストリアンデッキと直結しており、阪神神戸三ノ宮駅東口や、ミント神戸、サンシュティビル、中央区総合庁舎、区役所などに接続されている。駅舎内のエスカレーターを経由することで、JR 三ノ宮駅の東口と直結しており、三ノ宮駅舎を経由して、各社駅と乗り換えできる。 二階改札外には、インフォメーションセンターと、定期券売り場、駅長事務室が、駅舎下一階には、神戸市総合インフォメーションセンターがある。改札外、改札内それぞれにエスカレーターエレベーターが、設置されているほか、改札内に多目的トイレ、AED、コインロッカーなどがある。1981年の路線開通と共に開業。 開業と同時に三宮ターミナルビルや駅前広場、地下駐車場などが整備されている。エイジティ路線であることから、開業当時からフルスクリーンタイプのホームドアが置けされており、軌道上への侵入は困難な構造となっている。ポートアイランド内に進出する企業の増加、相次ぐ大学キャンパスの開設、神戸空港の開港により超、夕のラッシュ時は著しく混雑し、 神戸新交通全駅だけでなく日本の AGT 路線全駅の中で乗客数が最も多い駅である。現在6両編成で運行されているが8両編成化が検討されており駅の拡張が検討されている。また過去には JR 三宮駅ビルの建て替え計画があること及び将来の新神戸駅への延伸のため民と神戸付近に移設が検討されていた。 震災前には、現民と神戸の位置の新たなビルに、駅舎が取り込まれ建設される構想もあった。神戸市営地下鉄海岸線が当初エイジティ路線として、検討されていた際には、当駅を二層構造とし四階部分に、海岸線ホームが設置される構想が建てられていた。日中は主に1番線から、北不島行きが、2番線から、神戸空港行きが発車している。朝、 有の激しい混雑に備え、2009年10月から、当駅の列車待ち整列を以前の2列から3列に変更している。また、2013年6月に改札口に LCD 発車表の設置、同年12月にエレベーターエレベーターの更新、2014年にはホーム東部にあった駅員室の撤去が行われた。単式ホーム一面一線二層構造の地下駅である。 駅番号は S03 駅イメージテーマは国際性と未来志向。東駅大倉山駅間は福音の狭い生田新道の地下を通るため地下1階に改札口、地下2階に1番線、新神戸谷上方面行き、地下3階に2番線、西神中央方面行きホームがある。改札口は東改札口、西改札口と2つあり、 それぞれ東田口1の8番、西出口1から3番がある。東改札口は阪急への乗り換え口と直結しているほか、阪神、地下鉄海岸線、山地下経由方面への乗り換えは地下連絡通路を通り、地上へ上がらず到達することが可能である。また、ステラビル、北の坂一番間ビル、U ライン、三宮ビル、東急ハンズ三宮店などと直結する。 東田口3、7、8と東改札構内にエレベーターがある。2018年2月23日から西改札構内のエレベーター設置工事が行われており、同年12月末に完成予定。駅名表には2013年4月1日から広告として近隣の温浴施設である神戸サウナスパ前が付記されていたが、 2019年3月31日に契約期間が終了しており、以後の更新については発表されていない。地下鉄海岸線へは、一旦改札を出て三地下を介して三の宮、花時計前駅で乗り換えとなる。連続して乗車する場合、区間を通算して乗車券を購入して乗り継ぐことができ、その場合は当駅の改札内を出場してから90分以内に三の宮、 花土計前駅の改札内に入場する必要がある。1985年に大倉山駅から新神戸機関が延伸開業した際に開業し、精神、妻ニュータウンから都心へつながる市民の足として利用されており、神戸市営地下鉄の全駅の中で乗客数が最も多い駅である。開業時に5両編成の運行が開始されたが、 将来的な8両化を見越した構造となっているため、1989年に6両編成化された際もスムーズに行われた。現在、阪急神戸本線との相互乗り入れが検討されており、三宮駅での接続が候補の一つとして挙げられている、工日。2018年には、ホームからの転落を防止するための可動式ホーム柵が、神戸市営地下鉄で初めて設置された。 島式ホーム2面3線を有する地下駅。地下1階部分にコンコースが地下2階部分にホームがある。駅番号は HS32。1933年6月17日、神戸市内に残されていた平洋軌道を地下線で解消する工事が完成した際に開業した。現在の神戸三宮駅は2代目で、初代の三宮駅は 現在の JR 三宮駅南側のポートライナー3駅、三宮ターミナルホテル付近にあった。開業時は4面3線の東端式ホームを採用しており、神戸側のターミナル駅として機能した。まもなく、山陽電気鉄道と提携する形で、港側への延長計画と直通運転計画が立てられ、とりあえず当時の神戸の中心街であった元町駅まで、 特管工事で延長を行ったが、その際に南側の一線をそのままにし、北側の二線だけを西へ延伸した。その結果、上下伏線の南側に折り返し線が一本という形態になった。この形態は2012年まで続いた。港側への延長は実現しなかったが、1968年に神戸高速鉄道東西線が改良して、 阪神の電車が乗り入れるようになると同時に、それを介する形で、山陽電気鉄道との直通運転が開始された。また、工事する阪急と同様、1936年の元町駅への延長までの3年間は、神戸側のターミナル駅であったことから、神戸駅を名乗っており、三宮への解消後も、駅の壁には1960年代前半、 昭和30年代までカウベとカタカナで表記された駅名標が残されていた。南側の折り返し線、2012年6月1日までの3番線は、1965年、昭和40年から1974年、昭和49年まで運転されていた西大阪線、原阪神南場線に支給上況特急、西大阪線特急が廃止されてこうはしばらく。 定期列車の発着がなかったが、1980年代前半に登場した快速急行が当駅始発となったため、以後は継続して使用されるようになった。1998年から2001年までは、日中に毎時6本運行されている、普通のうち2本が当駅折り返しであったため3、番線を使用した。2001年からは、平日朝夕と、 と休日朝のみの使用となったものの、その後、2009年3月20日の阪神、南馬線開業に伴うダイヤ改正により、同線経由で近鉄奈良線へ直通する快速急行が深夜以外終日運転され、折り返し線から発車するようになった。なお、3番線の南側にあった校舎ホームは、有効長が5両分しかなかったため、梅田側の先頭車で、 ドアカットを行っていた。ただし、阪神列車快速用6両編成や、近鉄列車の6両編成、2両編成には、一番、大阪梅田、近鉄南波より先頭車に当たる車両には、大塩駅の扱いのようなステッカーは貼られていなかった。2007年から2013年にかけて、大規模な改良工事が行われた、工術。 その一環として2012年6月2日に配線の変更が行われ、上下本線の間に梅田方面への折り返し線が挟まれた現在の形態となった。2014年4月1日には阪急電鉄に続き、駅名が三宮駅から神戸三宮駅に改称された。なお、祖号神戸店本館の外壁。 および2013年にかけて行われた駅改良工事にて新設された西改札口前の花野では2017年3月現在、解消前の三宮駅の表記のまま維持している。2019年6月11日には一番線と三番線に2021年春頃までに可動式ホーム柵の設置することが発表された。ただし二番線は 車両規格の異なる阪神車両と近鉄車両の両方の車両が発着すため設置は当面見送られる。ホームは北側から島式の1番線乗車ホーム、東端式、串型の2番線、北側は乗車、南側は校車3番線乗車ホームとなっている。西口で1番線から3番線までつながっている。ホームの有効長はすべて 近鉄車両の6両編成まで対応できるが、2番線以外は近鉄車両は入線しない。東端式の2番線は2012年6月2日に配線が変更された後も主に奈良行き快速急行が使用している。と、休日ダイヤの朝には東駅始発の特急1本と普通4本が設定されており、これらも2番線から発車する。発車表について、 以前は三色 LED であったが2013年3月に更新され種別表示がフルカラーになった。2009年3月20日の阪神南波線開業に伴うダイヤ改正より当駅に出札窓口を設置し近鉄特急の特急券と乗車券の発売を開始した。特別企画乗車券、伊勢、鳥羽、島スーパーパスポート回りアンセも購入が可能。 駅長室に近鉄の特急券発券端末を設置し、発券業務を行っている。設置当初の営業時間は9時30分から17時。窓口は無人のため購入の際にはインターホンで呼び出す必要があった。近鉄特急券売り場は一時移設した駅長室に隣接していたが、現在は以前、西口北側にあった元の位置に戻り、移設された定期券売り場に入っている。 同じ窓口に阪神バスが運行する高速バスの乗車券売り場もある。営業時間は平日7時30分20時と休日は7時30分から18時となっている。2012年3月20日に開設した東口にはすべてのホームにエスカレーター及びエレベーターが設置された。旧来からの西口にも2012年夏から秋にかけてエスカレーターが上下一本ずつ。 さらに2012年12月下旬にはエレベーターも一気設置された。ホームからの転落防止と列車との接触防止を目的に2012年秋頃から列車の接近や発車を知らせる LED を用いた発光式列車案内表示器スレッドラインを関西の私鉄では初めて採用し、ホーム床面に長さ1.5メートルの表示器を展示ブロック。 線路側に沿って3メートル間隔で設置した。表示パターンは次の通りである。従来の駅構造では、エレベーターの設置が難しく、バリアフリー面で問題があること、また改札口が西側に1カ所しかなく防災面でも、問題があることがかねてから指摘されてきたが、全面改良するには、工事費用が莫大となるとなることから、現状維持となっていた。2009年に、 近畿日本鉄道、近鉄南馬線、奈良線と相互直通運転が開始され、奈良方面からの快速急行が当駅で頻繁に折り返すこととなり、当駅始発列車が下り本線を横切ることで、ダイヤ編成上の性が生じることや、元町駅生からの利用客が当駅で快速急行に乗り返しにくい、ホームの移動と階段の上り下りが必要という問題点が、 新たに発生したこともあり、蒸気のバリアフリー面、防災面の問題の解消も合わせて、駅開業以来初めてとなる大規模改良工事が実施された。なお、約130億円にもなる工事費用については、鉄道駅総合改善事業として国などから補助金を受けやすくするため駅関連施設を神戸高速鉄道へ譲渡した上で、同社が 事業主体となる上下分離方式にて事業化している。事業の詳細は以下の通りである。工事は順調に進み、2010年9月末頃から2011年6月頃にかけて旧トンネルを撤去し、その後は東西改札口やホームの工事に本格的に取り掛かった。2011年7月22日をもって3番線、校舎ホームが廃止された。 翌23日には2.3番線ホームが東側へ延伸され、ホーム幅も拡張されて、暫定的に3番線が東端に移動と同時に、校内配線も変更した。東改札口は、上記の通り2012年3月20日より使用を開始した。2012年6月2日にはそれまで折り返し線であった3番線を折り、本線へ接続。 下り本線だった2番線を折り返し線とし、同時に西口階段が移設された。乗り場が根本的に変更されたのは1936年以来76年ぶりのことである。2013年3月20日、予定通り完了した。島式ホーム2面3線を有する高開機である。抽選は上下線ホームで挟まれている。駅番号は HK-16。 阪急電鉄では、神戸市における同社のターミナル駅であることを強調するため、神戸三宮駅と呼称してきたが、肉声による放送は2004年頃までの一時期、自動放送は2006年頃までの一時期を除く、2013年、平成25年12月21日に、これを正式な駅名とした。ただし、神戸高速線からの場合は、阪神の神戸三宮駅との区別のため、 阪急神戸産具故障している。当初は神戸駅を名乗っていたが、神戸高速鉄道の開通と同時に三宮駅に解消し、2013年、平成25年12月21日に神戸三宮駅に解消している。詳しくは歴史を参照。かつては当駅及び高架下の商業施設を含めて、神戸阪急ビルを構成し、阪急百貨店が入居する。 駅ビルだった。1995年の阪神、淡路大震災発生後、早期復旧のため仮設駅として改築されたが、駅ビルの再建は行われておらず、位置づけとしては、仮設駅舎のままである。経緯については、神戸阪急ビルを参照。1980年11月までは、他の鉄道事業者の三宮駅、三宮駅が、神戸市吹合区に位置していた中、 阪急のみが幾多区に位置していたが、同年12月の合併で、所在地は他の鉄道事業者と同じく中央区とった。ホームの一部はドーム状の屋根で覆われており、形状は1960年代までの梅田駅に設置されていたものと類似している。ドーム状の屋根には、神戸大空襲時に受けた、焼夷断根を修理した部分が幾か残っており、 屋根を支える鉄柱の一部は、焼夷弾から発せられた熱で湾曲している。トイレは東口、西口両改札内に設置されている。多機能トイレも双方に設置されているが、オストメートに対応した設備は東口にのみ、設置されている。配線上では、高速神戸、深海地方面が1号線、上りホームと下りホームに挟まれた線路が2号線。 大阪梅田方面が3号線となる。しかし、旅客案内上では、1号線を1番ホーム、2号線の、下り側ホームを2番ホーム、上り側ホームを3番ホーム、3号線を4番ホーム、としている。なお、当駅以外で乗り場番号が設定されている阪急の駅で、0号線と呼ばないのは、大阪市高速電気軌道の管理下にある。 天神橋筋六丁目駅のみである。開業から神戸高速鉄道との直通開始までは、東端式ホーム4面3線の構造で、3号線の北側の4番ホームと1号線と2号線の間の2番ホームが、校舎ホーム、3号線と2号線との間の3番ホームと1号線南側の番ホームが乗車ホームであった。神戸高速鉄道との直通を機に、 塔端式の構造ではなくなったが、四面三線の構造はそのままであった。梅田方から二号線に入線する場合、上り線を通らずに入線可能な構造であった。特急の重量編成下において、ホーム延長スペースを確保する必要が出てきたため、その準備として1981年、昭和56年までに、現在の配置に改造された。この改造により、 梅田方から2号線に入線する場合、一旦上り線を通って入線する構造となり、ダイヤ構成上のネックとなっている。一部例外を除き、2番ホームは、基本的に、大阪梅田方面への折り返し列車からの降車用、もしくは、同列車から、新開地方面への乗り換え用として使用されている。当駅で折り返す山陽からの直通列車は当駅で、 乗客を降車させ、一旦梅田方へ引き上げてから運用に入るのが基本だが、一部一番ホームに直接入線して折り返す列車もある。阪急電鉄社長の角和夫は、2015年度をメドに現在の神戸三宮駅を地下化、改装した上で、神戸市へ地下鉄、西新、山手線へ乗り入れる計画を発表していたが、以下の理由により、 未だ実現には至っていない。阪急側は、神戸市郊外、静神ニュータウンと大阪都心部がつながれば、利便性が高まるとしている。それに対し神戸市側は、約1、0円もの事業費の一部負担を求められる。上に、新神戸駅、山陽新幹線との接続、谷上駅、神戸電鉄ありませんとの接続、 神戸市北方面への本数を削減せざるを得ないなど、神戸市営地下鉄の経営及び運営上のメリットは、ほとんどないとされことから、同市は了承していない。なお、この構想が実現した場合、現在特急が乗り入れる神戸高速線、新海地方面行きを廃止し、特急は梅田駅精神中央駅間の運転とする見込みである。また、 神戸三宮駅が地下化された場合の跡地について、社長の角は、駅ビル、再建は、神戸線と神戸市営地下鉄との相互乗り入れ構想の、進展が前提。ビル単独での再建はあり得ないとコメントしており、周辺地域を含めた、再開発に充てる等の構想も伝わってはいるが、詳細については具体化されていなかった。2013年6月14日、 この日開かれた阪急阪神ホールディングスの株主総会で角は神戸市営地下鉄との相互乗り入れ計画と切り離した形で神戸阪急ビル東館の再建計画を明らかにした計画では新ビルは100メートル超かつ25階建て以上の高さになり地下1階から地上3階までは商業施設地上4階から15階まではオフィスそれより上には 阪急阪神ホテルズ系の都市型ビジネステルが入居。商業施設は駅に近接した利便性を生かした店舗が入居の予定で、ホテルも大型のレストランや宴会場を廃止宿泊に特化した形のものとなる。低層階の北東角や外観には、かつての神戸阪急ビルを模した先頭やアーチ型の装飾も施される予定となる一方、高層階は箱型の外観となる。また、 再建されるビルは震災前のようなビルの中を電車が突き抜ける構造にはならない。再建時期については朝日新聞の取材では神戸市と協議の上2014年度に着工し3年程度で完成と報じている一方、神戸新聞の取材では着工時期とビル外観デザインは未定としている。神戸市へ地下鉄との相互乗り入れ計画に関して各は 神戸新聞の取材に対し、ここ数年以内に事業化するのは厳しい。ただ、新しいビルが乗り入れを邪魔しないようにしたいとコメントしている。この時点では、朝日、神戸漁師の報道では、ビル再建後の駅の形態については報じられていなかった。その後、2014年5月21日に開かれた会見で、角は新ビルは神戸市との協議の上で、 阪神・淡路大震災20年の2015年をめどに着工する意向であることを明らかにし、また、これまで神戸三宮駅と春日野道駅との間で検討が進められていた地下化構想については、区間を神戸三宮駅と王子公園駅との間に拡大した上で地下化することによって生まれる空間を活用した事業を展開することも明らかにした。 神戸市営地下鉄との相互乗り入れ計画については、久本貴造神戸市長が5月27日の定例会見において、阪急側からの提案を受ければ、実現性に関して議論を進める意向であることを示した。そして2016年4月25日、阪急阪神ホールディングから、神戸阪急ビル東館の建て替え計画が発表になった。それによると、新ビルは、 地上29階、地下3階で、ホテル、オフィス、商業施設、駅施設等で構成され、最上階には展望フロアも整備される。ホテルは、系列の阪急阪神ホテルズが運営する、レム、レムが17階から28階に入居を予定している。また、地下1階と2階には、同じ阪急グループの H2O リテイリング参加の食品スパーである。 阪急オアシスが入居を予定している。今後、2021年の竣工を目指して工事が行われる。なおこの工事の影響により、東駅東改札から神戸市営地下鉄、静神山手線の三宮駅との連絡通路の経路変更が行われ、新たにフラワーロード前に出入り口が設置された。また新設された連絡通路は、今までに比べて、 ラグジュアリーな空間となっている。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通りである。阪急電鉄の1日平均乗降、乗車人員は、下表の通りである。フラワーロードを挟んで東寄りに阪神と、神戸新交通の駅、JR 三宮駅、西寄りに、阪急の駅がある。三宮地下街は、阪神の東西両改札と地下鉄、西神、 山手線、南側は地下鉄海岸線の三宮、花時計前駅と直結している。阪急、地下鉄、西神山手線の東口及び神戸新交通からは階段、エスカレーターや楽通路で結ばれている。括弧内の英数字は駅番号を示す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。